ポジティブな情報は常にストックしている。自分たちからはあえて発表しない。ネガティブなエネルギーで波が立った時にポンポンと波に浮かべていくだけ。波紋が立つ池に紙舟を浮かべるようにすると確実にそれは遠くまで届く。ネガティブ、ポジティブをプラスマイナスでしかない一次元的な捉え方は今のネット社会、情報社会においてはすでに化石と化した考えであることを認識すべき。例えば、女性芸能人が不倫をし、会見を開いたと仮定した話で言えば、こんな風に本気で誰かのことを好きになったことがないんです、と言ったとする。たとえ否定する人たちがいても、それでも最後まで、この恋を貫かせてください、と思いを届ければいい。相手の奥さんのことを考えていないのかと聞かれれば、奥さんとは最後までしっかり話して向き合っていきます、と言えばそれでいい。それが彼女の覚悟なのだから。それ以上は当事者間の問題であり、世の中のその他大勢の人には全く関係がない。もちろん、それで離れるクライアントはいるだろう。だが、新たに訪れるクライアントも必ずいる。この子、なんかいいな。そう思わせられれば彼らは来る。以前二股問題で謝った誰かも、二人の女性を同時に愛しちゃダメですかと真顔で逆に世間に問いかけていれば、その後の流れは変えられた。こいつやべえなと、そう思わせられれば勝ち。予想を超える行為や発言に世の中はいつもすげえとなる。これは芸能人だけの話ではない。この時代、情報、ネット社会においては、エネルギーが多方向に常に動く。お前も何かしらのことで、同じように晒されたり、吊るされたりする可能性は十分にある。他人事ではない。お前が知らないだけで、すでに始まっていることもある。恐れるな。こいつやべえと思わせろ。